新型コロナの今日の感染状況です道内では新たに1985人と8人の死亡が確認されています札幌は954人その他朝日川127人石狩管内161人胆振管内106人十勝管内122人などとなっています感染者の推移を見てみますと道内の感染者数は 10日連続で前の週の週同じ曜日を下回っていますこの先もこのペースで感染者は減っていくと先生は似てますすででしょうかそうかそね減っていくとは思うんですけど、うん、あのなかなか減少具合が、まあ、鈍いですよねでそもそもの数も多いですのでまだまだこれ医療の逼迫というところではすぐに改善するという感じではないのかなとは思います。 そして気になるのが札幌の感染者年代別の割合で見てみますと10代以下がこれまでで最も大きくなっているんですね。今月は昨日までで35.9%いずれも過去最大となっています。 先生、なぜ今、はい、大人たちよりも子供たちに感染広がってるんでしょうか。そうですね。まず一番大きい要因というのは、10代以下となりますとワクチンをまだ打ってないお子さんたちも多いというふうに考えられます。それからオミクロンという株は、まあ、非常に感染力が高いですよね。そうなると子供たちどんなに感染こう気をつけた。 気をつけていたとしてもこう対策が、まあ、甘い部分はももう子これ、全然責めるつもりはないんですけど、うん、甘い部分もあるとなるとやはり感染力が高いあのウイルスですと広が,広がりやすいという状況があると思いますなるほどえこうした中で札幌では来週中学校ででここのの次すすかかねねれじゃないの出ますか、ね、再来週、小学校で卒業式が行われるカレンダー出ますでしょうか。 これでいい、はいは、えー、行われますが感染対策このような形になりますまず、保護者や在校生は会場に入る人数を制限または別室でリモート観覧ということになりますさらに会場内の座席間隔は1メートル以上は空けますさらに、効果斉唱はしません代わりに伴奏か CD を聴くということになります。 学校によって、ね、対応がまた異なるんですけれども、うん、別室からの観覧になってしまうと子どもの,の晴れ姿を写真に撮ることもなかなかできなくなってしまうし、はいまあ、校歌斉唱などはなんか校歌は心の中で歌うとするという学校もあるそうでね。 本来だったらまあおじいちゃんおばあちゃんも呼んで保護者みんなで見守りたいと思う方も多いと思うんですが先生やはり今の状況だとこうした対策仕方ないでしょうかね。そうでですねただだ卒業式自体でどれだけのの感染のリスク かっていうよりはですね多分卒業式終わった後それこそ先ほど森さんおっしゃってたようにおじいちゃんおばあちゃんが集まって、まあ、お家でご飯っていうようなこともあるかなと思うんですけどその場面で少し感染対策気をつけていただいたらいいかとは思いますこの先はどのようにこうたあのと行動をとっていったらいいとお考えますですかなか難しい ご質問なんですけれども、ただ今社会活動っていうのも子どもたちもこうかなり制限を受けていて、先日もお話したようにストレスが溜まっているような状況で、まあ、前と全く同じような生活っていうわけにはいかないですけど、少しずつこうバランスを取りながら社会活動を戻していかないといけないとは思います。ただ同時にやはり重症化になりやすい方たちを守っていくためにも検査体制ですとか治療体制をやはり今まで以上に強 効果していく必要はあると思います。